ご視聴あざます。Cです。今回はアンチとのレス馬体乱戦、その後の答え合わせについてまとめました。まずこの動画投稿の趣旨を説明させていただきますが、それは10月28日に投稿した動画の答え合わせです。前回の動画でかなり丁寧に説明しましたので、そこで意味と理解しようとしないアンチに対してはこれ以上理解してもらおうという気持ちは全くありません。答え合わせの過程で追加説明をしますが、それは少なくとも C の意見を理解しようとしている方向けの話になります。そして今回のレス馬相手に対して接点を持つのは今回で最後にします。以降 X はブロックして一切のコンタクトは取りませんし、名前を出すこともないでしょう。さて2週間ほど様子を見てましたが、アンチゼイノスイの動画を見た後の反論も落ち着いたようですので、改めてアンチゼイの反論を見ていきたいと思います。前回の動画であれだけ丁寧に分かりやすく説明したにもかかわらず、証拠が足りないだの、証拠になってないだの、悪意解釈の塊みたいな反論ありがとうございます。結論から言いますが、Cの感想としては揃いも揃って何やってんねんというところですね。理由は前回のCの動画で説明した通りです。該当部分をどうぞ。今コメントを紹介させていただいた皆さん、1週間くらい待ちますので、それぞれ明確な証拠を持ってしっかり反論してくださいね。あなた方が提示すべき証拠は2つです。それはCが光電泥棒であるという証拠です。つまり視聴者様に対して光電と称してお金を集めた証拠と、それを自身の懐に入れた証拠です。ということで先に結論を言ってしまうと、証拠を示せというこちらの要望に対して証拠を示せた人は一人もいませんでした。ええ、確かに皆さんあれだけ偉そうなことを言っておいて証拠を提示した人は全く見つかりませんでした。いや本当あれだけの人数が集まって何やってんね。好き嫌い .com でも証拠が出せる人を幅広く募る書き込みを複数確認したので、お仲間はもしかして数十人くらいになるんでしょうか。その数十人も集めてC一人を叩くという、そしてアンチ側から攻めているという圧倒的に有利な立場にいながら、誰一人その証明ができなかったというね。という状況を踏まえて、ここで一旦Cのレス馬感を説明させてください。そもそもレス馬に勝者はいない。これがCのレス馬に対する価値観です。レス馬なんて、そもそも自分の価値観を押し付け合ってお互いが自己満足したら自然消滅していくだけの一連の流れです。レス馬している当人同士はそれぞれで自分が勝ったと思ったままでしょう。Cの過去のレス馬においても、その対戦相手の数は今回を含めると2桁突入したと思いますが、Cー自身は全勝してるつもりです。でも相手になった皆さんもおそらくそれぞれで負けを認めてないでしょう。なのでレス馬の結果なんて、当事者はもちろんそれを見ている第三者もまたそれぞれがこっちが勝ちだよねと勝手に評価すればそれでいい、そんなものだと思ってます。なので今回のレス馬も最終的な判断は視聴者の皆さんが決めていただければいいものだと思ってますし、それとは別にCはCで完勝したと思ってることも変わりません。そして皆さんがその評価をしやすいようにという意味で、Cはここ直近のレス馬において争点はここですよと示してからレス馬を始めてきました。それはレス馬相手に対してもそうですし、視聴者様に対してもという意味での事前説明です。その上で今回のレス馬結果について語りますが、Cは反論するなら証拠を示せと言って、その証拠を示せた相手は一人もいませんでした。例えるなら、Cが自動車で事故を起こしたかもしれません。もしくは起こしてないかもしれません。ただ車を運転していて何かにぶつかったかもしれないという状況です。ああ、これは例えです。それを明示してから例え話をしないと、勝手にリンゴとオレンジの話が始まったと勘違いしてしまう人がいるので事前にはっきり言いますが、これは例え話です。では話を続けましょう。その事故を起こしたかもしれないCが、車とぶつかった人がいないか周囲の人に丁寧に聞いて回って、結果被害者の申し出がなかったので思い過ごしだと思いその場を立ち去りました。その後アンチたちが桜木Cが自動車事故を起こして逃げたと騒いでます。そういう状況です。だったら被害者連れてきなさいよ。Cとしては、ぶつけてしまった人、怪我をされた人、巻き込んでしまった人などがいれば対応させていただくことは説明してます。だから被害者連れてきなさいよ。たったそれだけのことです。これが証拠を出せということです。アンチたちは被害者が見つかってないのに、そして当事者ですらないのに被害を訴えている、そういう状況です。ということで前回のCの動画以降のアンチたちの反論について反論していきたいと思います。ここでの反論の趣旨は、あくまでアンチたちがいかに薄っぺらい理論で他人を犯罪者扱いにしたかということを示す場です。冒頭でも述べましたが、ここでアンチたちを論破しようとか納得してもらおうとかいう意図は全くありません。だってどうせ間違いを認めないんだし、この動画での反論に対してもきっとギャーギャー反論にならない反論をしてくるだけですので、キリがないのでCからの反論はこれで最後です。さてアンチに反論する前に、Cが光電泥棒をしたという主張は結局のところ具体的にはどういうことなのか、光電泥棒であるための要素を細分化してみましょうか。それは光電という名目でお金を集めて説明もせずに返金をしていない、この4点が満たされた時にCが光電泥棒だと証明されるものだと思います。
ではこの4点に対して水野以前の動画ではどう説明したのか。香典という名目についてはその認識はなかったけど結果として香典と同じことだったと認めました。次、お金を集めたに関してはそのつもりはないけどそう思わせてしまったら否定できないとして香典の認識でスパさんを送ってくれた方がいれば認めると説明しました。3つ目、スパさんをいただいた方全員にコメントを送ってますので説明もせずにに関しては完全否定してます。この点においてアンチが証明すべきはスパさんを送ったのに返金の説明を受けていない人がいるということの証拠ですね。最後、返金を希望する方全員に返金済みですので返金をしてないに関しても完全否定しました。ここでの証明は返金を希望しているのに返金されていない人の証拠を出すことです。ちなみに3つ目と4つ目の証拠を出さなかった理由の説明は前回の動画で省いてましたが、それは相手方がいることだからです。はい、こちら返金させてほしいとお願いした時の実際のコメントの一部ですが、当たり前ですが守秘義務は守るという前提で全員に声かけしてます。当然ですが相手方の情報は返金するためにお聞きしたのであってアンチとのレス場で使用するためではありません。それは DM のやり取りしかり、スパさんという善意をくれた相手方に了承も得ずにその内容を水のアンチへの反論という自己満足の場に使用することは失礼だと思ったからです。この点いちいち説明しないでも常識があれば理解できると思うんですけど、自分たちは何の証拠も出さずにこちらにだけやり取りした証拠を見せろと恥ずかしげもなく言ってくるアンチがいるので少々驚きました。ともあれ、一つ目に関しては水自身がその日を認めましたので、つまり水が香典泥棒であるということを証明するには2から4の証拠を出すことが必要になります。ここが争点です。証拠をたった一つも提示できないアンチたちの言い分とはどんなものなのか見ていきましょう。アンチの反論全部に反論していくとキリがないので、大枠で主張している内容を中心に3つほどピックアップしていきたいと思います。まず1つ目の主張、大本氏、しなびたずんだもん氏、すき焼き氏、加害塚氏、合計4人の主張です。誰も香典泥棒なんて言ってないんだけどね。なんだろう、僕が桜木水さんに香典泥棒って発言したと悪意誘導するのやめてもらっていいですか。特に証拠というものをこちらから提示するつもりはないですかね。私は香典泥棒なんてワードは使用していませんから。香典泥棒についてと自分で動画出したから泥棒だったんじゃないの。うちらは泥棒とは一言も言ってないんだよ。私は水さんを香典泥棒とは紹介していません。何か思い当たる節があるのですか。はい、こちらそれぞれが水を香典泥棒扱いした証拠です。これらは水が香典泥棒というワードを出す前の投稿です。確かに香典泥棒という直接の言葉は使ってませんが、少なくとも香典の名目で人からお金を集めて勝手に自分の懐に入れたという表現をそれぞれがしています。水としてはアンチたちそれぞれがそれぞれの表現でその内容を発言してるから、相手によって言い方を変えるのは動画的に分かりづらいということで、端的に分かりやすい共通の言葉を使っただけです。法的な話になった時に直接的な表現してないからとか言い逃れの理由作りなのか知らないけど、言われてるこっちとしては憧れの人の不法を利用してお金稼ぎしてるっていう侮辱発言には変わりないんだわ。例えるなら A 君が B 君に殴られたと言った時に B 君は僕は暴力振るってませんと返したとします。その時の A 君の返しが殴られたと言ったけど暴力振るわれたなんて言ってません。この程度のやり取りでしょうか。本質を見ようよ。なるほど、うくん。では2つ目の主張、大本氏、すき焼き氏、加害塚氏、合計3人の主張です。時事系 YouTuber 桜木水亡くなった人に向けて出金しただけで香典じゃない、それ香典じゃん。香典ではなく追悼動画で発生したスパチャを遺族に送るって話だね。遺族に送るからそれを目的にスパチャが飛び交い返金騒ぎになった。スパチャは現金化して遺族に送るつもりだったわけだから、それを香典と言うんじゃないのかな。水さんの自身が香典だと思っていないから香典ではないと主張してるだけで、そこに込められた思い個人への感謝の気持ちを鑑みてもその内容は個人の霊前に備える金銭、すなわち香典と受け止められます。第一、水さんご本人が香典の形をとっていると明言しているじゃないですか。お前ら何言ってんだ。前回の動画でマミリン氏に感謝を伝えることが目的であってそのつもりはなかったと説明した上で、それでも形としては香典であると認めてますよ。香典という認識はなかった、だから集めている認識もなかった、そういう説明の過程で認識はなかったと説明しただけなんですが、実質的には香典だと認めてるこの文章が読めないんでしょうか。この争点に関しては今回の問題の根幹部分です。水の認識と第三者から見た認識で相違があった可能性について、そもそも前段の X の投稿から落ち度はあったとして認めてます。なので前回の動画ではわざわざ詳しく説明しましょうと宣言してから3分20秒から5分50秒の間の約2分半にわたりかなり丁寧に説明させていただきました。もはや国テストに出るよとわざわざ水からヒント出してるんだから、反論するにしてもしっかり意図を理解してから反論しなさいよ。にもかかわらず揃いも揃ってこの読解力ですか。ここまでの反論2点、ただの上げ足取り解力不足でしかない2点なんですが、実はそれ以上に大きな問題があります。
それはそもそも争点になってないというところなんですよ。スイが前回の動画で証明するよう求めたのは、あくまでスイが香典泥棒をしたという証拠であって、その呼び名だったりお互い認識相違がないところでのレスバなんて求めてないんですよ。動画の最後でちゃんと言いましたよね。香典泥棒である証拠を持ってこいって、それ以外の要素は争点にしてないんですよ。これがいわゆる論点ずらしの典型例です。争点はあくまでスイが香典泥棒かどうかであり、その争点になってないところでギャーギャーわめく。逆に言えば、本来争点になってる部分で指摘ができないから、本筋から外れたところでしか苦し紛れで反論ができなかったとも取れますね。それと最後にもう1点だけ反論してから、この反論コーナーは終わりましょうか。まずスイは前回の動画でこう伝えてあります。ただし、この動画はスイがマミリン氏への感謝を込めて送った動画です。それをいかに視聴者様といえど、この動画だけは軽々しく公開するつもりはありません。それに対して証拠も提示せずにケチをつけるというなら、スイのマミリン氏との思い出に土足で踏み込むのと同義であることをよく理解してから批判してきてくださいね。これに対して大本氏、スーゾー女子の主張をお聞きください。まずは例の動画を非公開から公開にすることと、返金の具体的な証拠くらいは出してもらえませんかね。後スパチした人たちに返金できるように専用の動画作って、そこを窓口にしたらどうですかね。返金しますと言っときながら県の動画は非公開、窓口も作らないのは責任放棄じゃないんですか。マミリンさんを追悼する動画にて香典と誤解されかねないお金を集めたと認めた桜木水産受け取った付加値相手のリストも具体的な返金の証拠も出さず、証拠となる動画も非公開のまま証拠を出したと言い張る、これから水産に証拠出せと言われても具体的に出さなくてもいいのでは。あの動画は水にとって本当に大切な動画です。もう一回言いますね。水の自治系 YouTuber としての人生にとって、マミリン氏との思い出はただ何にも代え難い思い出なんですよ。その大事な動画に対して軽々しく公開しろということは、人として超えてはいけないラインですよという思いを込めて、水は人の思い出に土足で踏み込むのと同義であると表現しました。そしてその結果、大本氏と鈴尾女子は証拠すら提示せず、何の説明責任も果たさず、あっさりとその人として超えてはいけないラインを超えてきました。つまり彼らの正義とは、自分の言い分を押し通すなら他人の尊厳などどうでもいいっていうところまで行ってしまってると、水は解釈しました。と、これだけ頭数揃えて攻撃してきておいて、しかも前回証拠提示のチャンスを与えたにもかかわらず全く反論できてないアンチの皆さんに、もう一回挽回の大チャンスを提示しましょうか。以下、この後に及んで恥ずかしげもなく追加してきた要求です。返金の証拠を見せろ、返金窓口を作れ、この追加要望2点、スイはあえて答えようと思います。先だってスパさんを返金した1名から返金のやり取り提示の許可をいただきました。ただしこちらも条件があります。スパさんも5万円この動画に投げてね。私はアンチたちのままじゃないんだから、説明責任も果たさないのに要求は押し通すような人間に無償で対応するのはここまでです。ちなみにアンチの皆さんと違って、スイは約束は守りますよ。視聴者全員に分かるように約束を守りますので、破った場合は倍額の10万円をスパさん投げてくれた方にお返しします。証拠でも論拠でもかなわない相手に対して、お金で一矢報いることができるなら大チャンスですね。逆にこの提案を無視するということは、そのくらいのリスクすら負わずに他人を犯罪者呼ばわりし、他人の思い出に土足で踏み入り、大人数で遠くから石を投げてきたということですよ。ということで、ルールは簡単です。アンチからスパさん5万円が投げられて、スイがこの2点の約束を守れなかったら、スイはレスバで負けを認めて、さらに倍額を返しします。逆に5万円が支払われなければ、スイの勝ちです。支払われた後にスイが約束を守ったとしても負けを認めましょう。つまりフローにするとこんな感じですね。お金を出せばその時点でレスバが確定、お金でスイに負けを認めさせられるなら安いもんですね。ということで、冒頭でも述べましたが、この動画を投稿した11月13日からすでに今回のアンチたちは全員ブロック済みですので、 X でコンタクトを取ってきても気づけません。あくまでこの動画でのスパさんコメントのみ、期限は11月いっぱい、どうせお前が勝手に決めたことと言って逃げるのは目に見えてますが、一応ご応募お待ちしております。そして改めて争点を振り返りますね。 C が香典を集めていると認識してスパさんを送ったという人は現れず、返金の説明をされてない人も現れず、返金の希望をしてるのに返金されてないという人も現れませんでした。結果としては、意もしない被害者をでっち上げて、スイを犯罪者に仕立て上げたかったというのが今回のアンチの実態であり、スイの反撃にあったアンチの結果がこれだったということです。ここまで踏まえた上で、冒頭で述べた通り、スイは皆様のレスバの判定を強要するつもりはありませんので、どちらの言い分が正しかったかは皆さんでご判断いただければと思います。ではスーパーサンクスの紹介です。以下、アンミカ氏の靴揃えマナーに対するコメントです。秀明様、スパさんあざます。俺はお酒嫌いなんで、居酒屋の子を言うマナーは苦手です。だから行かないようにしてます。医者に禁止されてるし、禁止されなくても飲まないけど、何の答えにもなってないが、これが俺の意見であり諸誠実かな。触らぬ神にたたりなしじゃないですけど、わからないならわからないで口を出さないというのも一つの手段だと思います。
あの件で一番まずいのが自分たちの落ち度を棚に上げて人を批判するところ、あれはどうかと思います。トム様、スパさん、あざます。なんか今回の件、うちの会社の上司と昼食に行った際、その上司がメニュー表を自分だけ見てさっさと注文決めて、他の人がメニュー表を見始めたところで勝手に店員呼んで、私含めた他の人がオーガー通せずにいると、なんでお前がさっさと注文決めないんだと抜かすのと近い感じがする。気遣いって結局積み重ねですからね。普段意識してないと何歳になってもできないと思います。靴を揃えるのに限った話ではないですが、店側がそういうサービスを提供するのは他の客に迷惑がかかるから、イコール店の損失につながるからしょうがなくやってることであって、それをやらせて当たり前と感じる感性がまず人としてどうかと、まず自分たちの行動を顧みるべきではないかと。日本はサービスが行き届いてるので、いつしかそれが当たり前になってやってもらっているという感覚が麻痺するんでしょうね。サービスが豊かになるほどその利用者の心が貧しくなるという皮肉です。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。